皆さんこんにちは。今日はですね、じゃん、表参道に来ております。なんで今日は表参道にいるかと言いますと、有名な文房具カフェに行ってみたいと思いまして、今から文房具カフェに行きたいと思うんですけれども、今日は一人じゃないんです。今日はですね、サミュの小林愛が来てくれました。どうも、やっちゃんです。はい、てか今日雨だから超寒いよね。だんだん冬ですよ。あ、冬といえば、はい、冬といえば、はい、11月19日にサンミューニューシングル初雪のシンフォニーをリリースするので、皆さんよろしくね。よろしくお願いします。ウィンターラブソングです。ウィンターラブソング、ちゃんとさ、うん、明日もサチアルにさ、うん、出るにはやっぱさ、サンミューのアピールしてかんとさ。そうね、やっぱさ、人かんとさ。よろしく。そうね、ありがとう。サンミューと小林愛、ね、そう、よろしくね。あ、ありました、文房具カフェ。文房具カフェはいいよ、こんなお店です。めっちゃおしゃれやん、ね、何食べる？え、何食べようかな。何食べよう。これ美味しそう。レーズンのパスタとかね。でも文房具カフェの和風カレーライス美味しそう。確かに文房具カフェのパスタ。これも美味しそう。シラスオイル一つと、ボロネーゼ一つ。で、このランチョンマット絵描いていいらしいですね。それ用にいっぱいのこのペンとか。あ、そうそう、ね、うん、ペン全部使っていいんでしょ。そう、すごいよね。絵描こう、行ってくる、行ってくるね。すごいすごい。これ直すところがさ、あれやね、ね、重要やな。重要やな。私ね、文房具大好きなの。文房具屋さんにね、ずっとおれんの。あ、そうな。私さ、なかなかさ、書き心地のいいペンに出会えなくて。いやー、おすすめのペンとかないの？私ね、個人的にこれが好きよ。何それ？何これ？ハイテック C。 ハイテック C。 0.4 超細いじゃん。あっち行ってみる。うわ、懐かしい鳥な。ヤーちゃん絵好きなんでしょ？好き、めっちゃ好きやもんね。絵のね、学校行ってるの。あ、言ってたね。一応ね、全然何もできへんけど。いやいや、これからですよ。書いたばっかりでしょ。そうです。何書くん？何書こう。めっちゃ書きやすい、このジュースってやつ。ちょっとやっちゃんの似顔絵書くよ。うん、真剣に書いてよ。真剣に書いてよ。え、得意じゃないんだ。え、ちょっとペンも取ってくる。うん。え、似てない？ちょっと見て、見て、見て。うん、似てる、似てる。結構いい線いってると思うんですけど、私。似とる似とる。でも、思ってたより上手ね。思ってたよりてな。サチって絵心なさそうや。なんだよお前。あるよ、少しぐらい。絵心そんな。何、何描いてんの？何描いてんの？誰？少年。少年？まあ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 。途中だからちょっとあれなんだろうけどね。出来上がったらいい感じになるやん。またお楽しみに。食べよう。それなんだっけ？これはボロネーゼ。ボロネーゼ？うまそう。めっちゃチーズのっとるやん。そう、でこれが、うん、これが特製のふりかけです。へぇ、そう、めっちゃクリームチーズのやつで。マジで？え、これのせ、あ、なにこれ、めっちゃなんかすごい器が。ではいただきます。いただきます。めっちゃ美味しいよな。こうかければね、こうやってスプってじゃなくて直接いったらだいぶ入る。そうやな。ちゃんとこれで締める。それではいただき、実食。実食絶対美味しいよ。そう、チーズ、チーズ
か。めっちゃ美味しい。サラダ超美味しい。これ何のドレッシング？すごい、こんな量来ると思わなかった。食べれるかな？いけるいける。じゃあパスタをいただきたいと思います。ここ？はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱいですね。お腹いっぱいですね。美味しかった。美味しかったです。そしてやーちゃんのね、落書きが完成したよ。本当に落書きです。本当に落書きです。どん。お。どん。おい。あ、なるほど。あ、これがね、さっきのね。そうそう、あ、なるほど。見せる用でもなんでもないんですけど。でも可愛い。なんかさ、全然違うじゃん。こっちとこっちと。落書きですもん。全然。いや、なんかそれがさ、こう、いろんなジャンルの絵が描ける的な。いいな。私そういうなんか絵とかさ、遊べる人じゃないからさ。落書きは楽しいよ。いいね。かわいい。はい、ということで文房具カフェ行ってきました。はい。はい、いろいろね、面白い。面白かったですね。やつとかもあったし、ご飯も美味しかったし。そうですね。良かったですね。また行きたいです。また行きたいと思います。はい。はい、気になった方はぜひ文房具カフェ、文房具カフェ行ってみてください。はい。では、あの恒例のやつやっていい？恒例のやつやっていい？お願いいたします。はい。では、明日もさらちゃんでーす。バイバーイ。バイバーイ。